いやさ、探しますか。探しますか、うん、あのやっぱ草むらとかだと思うんだよね俺は。何を探してんの。草むらとかだと思うんだよね。何を探してんの。猫。いや古本。古本、うん、本とかって時々捨てられてるじゃん。あーまあ多分確かに。ああいうのを、うん、まあ拾ってあの捨てようという。あ、ね、なるほどね、はいはい、まあそのな懐かしみつつね、その古本を捨てられてる本で懐かしむな。一回俺が持って帰って懐かしんでから捨てる。え、何、漫画とか。そうちょっと草むらの、うん、あの中あの辺全部見ていこう。探してこうか、うん、ないね。ないね。あ、ないね。ないね。ここやっぱ子供が多いから、うん、意外に本とかは捨てられてないのかもね。それ何、本、雑誌。雑誌、これ漫画。漫画か雑誌か何、うん、それ本っていう分類なの。古本。じゃあちょっとありそうなところもうちょっと巡っていきましょうか。ありそうなところ。じゃあこの辺から見ていきましょうか。ちょっと寒いんでね、上着も、ね、はい。誰あの男の人。服装で全く判断できないね。何あれ。ここで2つ分かれ道なのが、うん、駅方向に行った方があるのか。いやー分かる。田舎方向に行った方があるのか。駅方向に行こうかな。駅方向の方がみんな集まりやすいでしょ。駅のがあれかな、捨てやすいかな。誰え誰。帰省帰りのこっちなんだけど。じゃあ行きましょう。移動するお手すきの間に撮ってんのかよ、この動画。移動する動画だからずっとこれだと思う。移動する動画。これはね、この裏にエロ本があるから近づくなよっていう絵だと思う。エロ本ある。そうある。エロ本あるから近づくなよっつってるから、ちょっと回って裏のエロ本見てみます。見過ごせないな。あれ、いつからエロ本ってこと言いましたっけ。あ、本当だ。なんかノーマルに飲み込んでたけど、まあ、エロ本普通に鼻ほじんな。エロ本探して、はい、エロ本探しというか、その回ってないとこで言うのやめてもらっていいですか。こっちゃんさんとかに。綺麗。なんか君の名前で出てきそう。すごい綺麗な景色。あ、でももう一段階あるから、うん、これ壁。もう一段この裏もちょっと見てみようかな。壁あるとこにエロあり。あるかな？ここに。ここ。はい。お。なんで、ね？すごい意外にね。ある感じの言い方だったな今。普段はね、そのこことか、その。浮きを手に入れた。昨日も拾うのやめようぜもう。そこには当てらんな。ただこれ実は、うん、嘘で。え、こういうところ。うわこうやってエロ本ちょうだい。ウィンエロ本ちょうだい。なるほど、隠れてんだ。あ、なんだ、この暗号が分かれば。あ、そっか、渡せるんだ。すげえな。水切れ。あ、水切れ。あ、いいな。ほら透明。お前が、ちょっと私だけ寝るから。たった近いな、携帯。水切れですね。たった近いわ。ええだ。もう水上から離れよう。綺麗になったね、ここ、本当に。すごい綺麗。ね、
雄大な自然、広大な大地、うん、空も撮っといて、空も、もうエゴメの動画に変更することに決めた。もうもう良さげな景色めっちゃ撮っといて、じゃエロのロがモになると。そうそうそう、とりあえずエモ、エモ徐々にモになっていく、うん、エモになっていくなかなかないけど、うん、何どういうとこにあるのか、あるのエロ本は。ウイスレッドなんかエロ本って、うん、結局ね、うん、あの捨てたいがために置いてあるから、あれって。まあそうだよな、うん、捨てたいって思える場所を探した方がいいと思う、俺は。あー、なるほど。ここにならエロ本捨てたい。ちょっとまあ草むらもちょっと釘をくくって、うん、そうですね、奥にはないと思うな、俺別に。うん、なんか道になってるよね、これ。うん、ちょっと道になってる。怪しいね。うん、あ、怪しいよ。なるほど。これはエロ本を捨てるがために、そう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 、この道を作ったんだって。危ない。ほら危ない。ゴリゴリの獣道じゃないですか。ざっと見でいい。どう？ざっと見。え、ピンクだよね、目印多分。ピンクだね。すごい、あのこの周りの木すごいトゲ生えてて痛いから気をつけてないんだ。あ、なさそうだね。クツキムシだ。うん、ない。あ、クツキムシ？どこどこ？クツキムシじゃないですか。本当だ、クツキムシだ。懐かしいっすね、なんか。本探して。懐かしい。どうでもよくなっちゃってるの。何やら、あの峰隊長が。素晴らしい道が。多分これはちょっと見てほしいんだけど、うん、多分ねあるよ。ちょっと行ってみたいと思います。はい、荷物とか置いてこうかな。お、腰を据えて、うん、ここを我々の拠点にするよし、でははい、タイム番号始め。1。よし、じゃあ1番。はい、天神切って進む。そうでしょ、私が行くの。気をつけろよ、気をつけろよ、マジで。なんか続きが本当に、うん、やめてくれ。うわうわ、あ、え、ありました。実はこれすごい、これをちょっと、はい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 、これ結構すごいですよ、これ結構すごいですよ。あ、すごい、本当だ。秘密基地みたいな。え、待って待って、これさ、これ待って待って、本だった可能性高い、これ木だ。これはなんかちょっとエッチなものだね。何？なんかちょっとエッチなって思ったら、もうちょっとだけ道続いてるから、もうちょっとだけ見てみるか。うん、ベースキャンプから離れますけど大丈夫ですか？そうだね、だいぶ怖いけど、あの行こう、行ける。どっちだ、渡る道がある、右か左か。何？1番。はい、お前の直感を信じる。こっち行くとしてもね、川なんだよな。行くのこっちじゃない、こっちか、うん、左直感誘導された結局。みんな気をつけて、あのトゲトゲの結構あるよ。本当に危ないよ、これ。トゲトゲの、これマジでトゲトゲの、これマジトゲトゲ、これ本当に痛いから、本当に気をつけて、これ、うん、これ結構痛いよ。今荷物取られてもね、もう絶対戻れない。あ、ずるずる、これはもうね、これ、あ、すごい、ちょっと待って、おちょっとやばいぞ、待って、この木だけめっちゃ気をつけてね、これ、これ、このこれ、これめっちゃトゲトゲよ。その跳ね返りだけちょっと気をつけます。跳ね返りがね。お、ああだいぶすごい。なんか刺さった。本のこの字もないけどね今。砂のすの字はあるんだけどな。いやめっちゃ安全な道あるやん。ちょっとさ、安全な道から帰りましょう。ちょっといやいやいや。そんななんか、もうなんか、いや全然キャンプから離れてないし、なんかあっこですよだって。ですよ。キャンプからだいぶ。なんかこんなんベタなん嫌や。我々の本拠地ではないの。こんなんベタなん嫌や。こんなんベタなん嫌や、ほんまに。常にバカされる。こんな険しい道歩くだけ歩いて。すごいすごい、寒い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 、戻れ戻れ。いつの間に冒険バラエティーになったんですか。今ちょっと急遽回してもらってます。はい、緊急で。どうしたんですか。あれはあれはちょっと危険かもしれないんで。全校で待機。あ、隊長自らが。僕はちょっと見てきます。ちょっとお願いします。待ってて。はいはい。はい。すごい、なんあれはなんだ。隊長心配だな。
怪しすぎません？これはやばいな。体調が怪しいのに。あられちゃんの方式でうんこツンツンのパターンですね。え、何あれ？え、何あれ？え、え、あ、ダメだ。え、ダメ。ダメ？NG です。あれがあるってことは、はい、あれはあれは結果じゃん。その原因があるはず、周りに。鹿の糞みたいな感じで。周りに原因があるはずだから、うん、原因を探しましょう。じゃあちょっと A 地区、B 地区、C 地区。なるほど。うん。それぞれをちょっと手分けして探そうかな。うん。じゃあたっちゃんは C 地区を。うん、はい。こっちの B 地区。OK。B 地区。いいよ、2回目。俺 A 地区。出動。はい。よし。探してきます。衣服が脱ぎ捨てられてる。え？いや、ほんまや、なんだこれ。脱いで。脱いだのか。行為に至ったという。え？危険ですよ、隊長、大丈夫ですか？大丈夫だ。みんな離れて。何ですかそれは。なんか衣服っちゃ衣服だけど、カバンっちゃカバン。カバンじゃないですか。カバンじゃないです。むずい。カバンじゃないです。あれは C 地区もなし。今 C 地区捜索中でした。じゃあちょっと C 地区もう一回ちょっと重点的に見ようか。そうだね、はい、みんなで行こうか。うん。なんかでも英語の、お、なんだ、なんか英語のあれはあったんですよね。お、危なって言って、あ、これだ、英語だ。なんかこれ探してる最中にか。でもこれチョコのアイスだな、これ普通に。あ、チョコのアイス。まあ達田レベルだと見間違うか。くそ。まあな、詐欺がさ、あれ子供にあれない餌を教えてない。はい。あそこ白いのと黒いのに。これ多分親子だ。やっぱ多分親子だ。めっちゃ羽ばたいてる。でもなんでしょう。もう発見したと言ってもいいんではないでしょう。いや、ちょっと。そうだね。なんかその、そういうんじゃねえんだよな。あ、そういうんじゃないんだ。成果としては、やっぱこう、持ち帰りたい、俺は。なるほど、うん。これで終わりたくねえってすげえ思ってる。逆に燃えてるんですか。一番見つかり、おい、蹴んの、バカ。待って。え？会長！は、大丈夫ですか？ちょっとエロいよ、見て。こうしたらパンティみたいに見える。それ一応持っとこう。それ一応持っとこう。お子様、これエロ本の可能性あるから、うん、さっきの赤い画用紙に入れてる。そうだね。本当だ。ん？カキピーが。謎にカキピーが。たくさん。本当だ。本当だ。誰かが今さっきまでここにいたのかな。ナスディだったら食ってるよ。ナスディだったら食ってる。いや、ついてくる。待って。エモい。すごい。いや、すぐにエモくならない。エモいぞ。忙しいですね。今日。忙しいよ。今日忙しいですね。忙しいよ、本当に。エモくなったりエロくなったり。ちょちょ意味わかんないもん。さっきまで戦ってた。今緊急で、緊急であのカメラ回してて、はい、ちょっと見つけてしまったもんで、すいません。なんですか？おなごの。これは可能性高いね。これなんですか？危ないよ。違いました。違うんかい。でもあそこにね、ちょうどね、見えるかな。ちょうどいい感じね、捨てたくなる、したくなるよね。まあ確かに。
あそこが割と本命っちゃ本命。ああ。さあ、本命スポットに来ました。本命スポット。ここはね、あるよ、絶対探す。ここにちょっと、本拠地置く。ここにね。なんかさ、黄金だよね。ね、さっきと一緒っすよ。レベル全長？そういうことか。確か輝いて見えんだよな。そう、売れる前ってね。うん、じゃあ隊長から言ってもらえます？隊長である俺が。はい。違うね。違うね。隊員たちの安全を考慮してこちらを選ぼう。こちら隊長。行って。隊長。隊員1が怪我しました。どうした？大丈夫か？いや大丈夫ですよ。ちょっとなんで。なんこの黒いの鉛筆。いや黒いのは鉛筆の後だよ。鉛筆の小学生の時の。ちょっと待ってよ。ここだな。そうだな。見たことのない草だな。うん。やっぱりあのあれだね。本当川流された木たちだねこれ。そうですかね。ここの探索は終わり。あ猫だ。うん、あっちの向こう岸の方に猫が。向こう岸の猫。どこ？あれ猫じゃない。どこですか。あ猫だ。猫だよね。猫だよ。ほっこり。綺麗な猫だよ。うん、あ本当だ。野良猫。エモい。ちょっとあの今緊急であの動画回してて。ずっと緊急じゃないですか。とてつもないものを発見した。え？釘刺さってるでしょ。危ないね。木じゃない。これ。本。え、あ、え、すごい。ページ開いてみたいと思います。え？え？あ。隊長、これ木じゃね？なんだ。こういう本がある。木だ。木なんだ。待って。木なんだ。本っぽいけど。めっちゃ本っぽいですけどね。なんだそれ。何これ。全部持って帰れないんで一応これだけ。この辺だけで、ね、専門家の人に見せて、うん、こんな河原で見つかることあるんですね。なんかここまで来たら見つけたいね。スケベイは俺程度にさ、エアコンなんて見つけらんねんだよ。ダメだ俺、ほんとダメ人間だ。見ね、つかなくてよかった。どういうこと？エロ本が見つかんなくてよかった。お前のおかげでエロ本が見つからずに済んだ。探そう。もうやめない。探す。もうやめよ。絶対に見つける。やめる流れだったね。今。やめる流れだったじゃん。ねえ、頼むってみね、もう止まってくれ、もう。止まってくれ。どう？頼む。最高の景色見せてやるよ。頼むから。ないって。ある。いやー。もう吹けましたよ。探したね。めちゃくちゃ探した。なかったね。ないもんなんだね。うん、コンビニのさ、うん、あれだね、エロ本コーナーもさ、うん、今少なくなってるよね、うん、っていうのも相まって多分少なくなって、うん、うちらのね、だってガキの頃とかは、そうだ、あそこにエロ本すげえあったよとかね、うん、めちゃくちゃあったんだから、ね、もうエロ本ない場所なんてなかったよ俺、帰り道で。本当に足の踏み場ないぐらい。うん、そうもうそういう時代か。まあまあ、ここから変わっていく時代なのかもしれないですけどね。あれかもね、でもみんながさ、うん、AR グラスつけてさ、投稿してる時にさ、おお、エロデータが落ちてるみたいな、通学路。それだ。新しくて欲しいな。その時代来るわ。その時代だわ。エロデータ落ちてる。え、それめっちゃ面白いじゃん。来ねえだろ。バグでしょ。エロデータ落ちてるって。いいの。エロバグ。エロい広告みたいなもんかな。うん、あ、じゃあ最後突き取って終わりますか。そうだね。そうだね。
バイバイ。エロ本のバカ野郎。